るのだ、すごい。2時間でいい、3時間にしてもらおう。3時間もすごい。わお。プライベートルームの中でマッサージをします。スチームサウナも入ってますね。それでは着替えてマッサージしていきます。ノンアルコールジュースですね。あ、すごい、紙のストローになってる。えらい。私2杯目はバンコク、バンコクナイトです。はい、何が入ってるかよくわかりません。失敗はない。でもマンダリンで、あ、すごい上手って
前に行って、まあ、スイミングプールで遊んだり、あと浜も行ったり本読んだり、なんかのんびりして時間を過ごせたよね。半日ね、うん、で半日必要かな、ああいうラグジュアリーホテルのスパとか行くんだったら。で半日ぐらい余裕を持ってた方がその値段に見合った、ね、確かにリラクゼーションができるかな。確かに、うん、っていう感じでした。まあ別世界って感じだったよね。その建物もそうだし、まあ、ハマムも初めての体験だったし、本当日本ではなかなか体験できない、想像できない世界。でマンダリンまではタクシーで多分80ディルハムだねぐらいだったから、8ドル800円、うん、行きやすいし、おすすめです。でうちの主人は、ハマムだけのコース、1時間半のコースを頼んだけど、それは、私より800ディルハム安い、1万円ぐらい安かったんだけども、多分それよりはおすすめはマッサージ付きの方が、ね、うん、マッサージ付きの方がおすすめで、カップルだったら絶対そのマッサージ付きの方がおすすめ。そうだ、なぜならもう個室一緒にそのマッサージ隣同士でできるから。確かにって感じでしたね。あ、言い忘れたんですけど、マンダリンは、1泊1000ユーロだから1万ディルハムします。10万円以上。私たちは残念ながら泊まることは、もう本当泊まりたかったんだけど泊まることはできなかったんだよね。まあいつか将来泊まれればいいなっていう。頑張りましょう。頑張ってください。頑張りましょう。そう、頑張りましょうっていう感じでした。